もしかしたら私はこの一冊に出会うためにここに導かれてきたのかもしれませんえへへ、<laughs> これも先生が見守ってくださったおかげですね先生と一緒にいると不思議といいことがわかるんです。 だから、その先生よろしければその毎日とは言いませんからたまにでいいので私たち 知識解放戦線を尋ねてくださいね。